津田氏は日本の氏族の一つ。宗ことにする複数の系統がある。近世大名の織田氏の出自を平氏とする説においては、平家の子孫が近江津田姓に逃れ、津田姓を称し、その末裔が後に越前に移住し織田氏となったとされるが、確証は全くない。この津田氏は織田氏と同族ではなく、藤原氏、因部氏の系統が有力とされている。また、藤掛氏も津田氏の一族である。織田氏の直系から見て所有にあたる一門は、津田氏を名乗り、主家との厳格なる区別をつけていた。例えば、織田信長の弟、織田信勝の子、津田信純などである。また、同じく信長の一族と近年まで言われていた、津田信成は大名に列したものの、江戸時代前期に改易されており、津田氏とは関係がない。江戸時代にも、丹波柏原藩主織田家の諸子、出羽天童藩主織田家の諸子などに津田姓を称し、藩主に列した人物を確認できる。例えば、大和松山藩主織田公庁の伊豆津田頼房などである。今現在、愛知県に多数見受けられる津田家は、上記の津田氏とは関連性はなく、多くは小作人が津田姓を名乗ったものに過ぎない。鳥取藩家老の津田氏も、織田一族を名乗っている。初代は元綱で、その子、元房は池田忠雄に従って8000石を与えられた。三代、元忠氏は池田光中の異邦に伴い、鳥取に移り、伯耆国八橋郡に所領を与えられた。元禄5年、五代、元長の時に家老職に就いた。伯耆国八橋の自分主政時は、明治維新まで続いた。菩提寺は、八橋神社そばの体、現時、現在も津田家の墓所が存在する。改易された織田信繁の子孫が細川氏に従い、豊前小倉藩及び肥後熊本藩の藩主となる。慶長から寛永年間に作成されたとする、明海院伝忠敏公未央豊前小倉、お侍長並慶拝末杖ともにの物奉行に、津田三十郎、側御章に、津田佐平の名が見えるほか、熊本県立図書館所蔵の慶安元年の、信玄院様御代お侍面なで帳に、1000石、津田三十郎、400石、津田半右衛門、300石津田平進とある。幕末の肥後細川家文元帳では小屋の津田家が確認できる。このうち、津田平助家の津田平侍は、西南戦争熊本隊に従軍する。また津田信弘は、実学等に組みし、奉行となる。加賀藩前田氏に仕えた津田正勝を祖とし、加賀藩人持ち組として、奉行職や家老職を務めた津田玄馬鹿も織田氏の出身であるとされているが、司馬氏であるともされる。楠木正則の養子、津田正信を祖とする。戦国時代、紀州根来衆を率いる津田三長は、種ヶ島時隆より鉄砲を買い求め、関西への鉄砲伝来を実現させた。1585年の豊臣秀吉の紀州征伐で、当主津田三世、杉野房民さんは討ち死にして、津田氏は没落した。その後は主家を転々とした後、紀州に帰農した。加賀藩の家臣に津田氏を称する一族があり、こちらは司馬氏の末裔を称している。祖は津田正勝で司馬義金の子だという。維新後、津田正国が司馬姓に服して、司馬茂と名乗り、男爵を授けられている。ちなみに、司馬義銀は、織田信長に追放された死後であるが、弟の津川義冬が、織田信夫の義兄弟だったり、織田信景の子で伊勢林、藩主、織田信繁の舅であったり、四男の津川近春が、織田長益の婿であったりと織田家との関係は深い。日本刀の刀工にも、津田姓の人物が見られる。江戸時代の津田越前守助弘が有名である。津田氏と手塚治虫の系譜は全く関係がない。ありがとうございます。